モズドクは、ロシア南部の北オセチアアラニア共和国の都市。モズドクは、カバルド語で、深い森を意味する。テレク川の左岸に位置し、北オセチアの首都ウラジカフカスからは北へ 92km。モズドクは、モズドクスキー地区の中心都市で、人口は42,865人を数え1980年代末と、比べ増加傾向にある。 ウチロシア人が62.7%を占め、オセット人が7.6%、アルメニア人が6.1%、クムイク人が4.6%、チェチェン人が4.3%、カバルド人が3.2%、コーライ人が2.4%。農産物の集産地であり、蛍光業が盛ん。モズドク市の紋章モズドクは1759年に設立され、 1785年に町として認められた。当時、カバルダ人の首長が正教会に改修して、ロシアに忠誠を誓い、カバルダ人やオセットビトラと共にテレク川沿いの深い森に囲まれた、この地に入植した。グリゴリー・ポチョム近郊は1763年に、この地に要塞を築き、コサックの517家族を要塞周囲に設けた。 スタニツァに住まわせた。テレクコサック軍に属する集団のうち、5つのコサック集団がモズドクスキー連隊を構成し、テレク川沿いの東西80ベルスタに及ぶ前線を防護した。18世紀後半から19世紀にかけては、北カフカスの軍事及び交易の中心地として栄えたモズドクは、1870年代から1890年代にかけて、 ロストフナ、ドヌから、マハチからを経て、バクーに向かう北カフカース鉄道が、南のベスラングロズヌイ経由で建設されたために、重要性を失った。1915年には、テレク川に沿った支線が建設されモズドクを通っている。第二次世界大戦では1942年8月25日に、バクー油田を目指して進むドイツ軍により占領されたが、 1943年1月24日に赤軍が奪還した。チェチェン紛争でグロズヌイを通る鉄道が運行不能になったため、モズドク経由の支線がロストフナドヌからバクルに向かう唯一の鉄道となっている。第二次チェチェン紛争突入後、モズドクに大きな拠点を置くロシア軍に対し二度テロが行われた。2003年6月には、 ロシア空軍の軍人で満員のバスに自爆テロリストの乗った車が衝突し、モズドクは混乱に陥った。同年8月1日には大型トラックで自爆テロリストが市の軍病院に突入した建物は、前回50人以上が死亡した。ありがとうございます。